もしもーし。おー、もしもーし、お疲れ。やっほー、久しぶりです。元気やらた、うん、何しよんの。元気だよ。いやいや、最近はもういつも通り動画撮ったりサロンやったり。最近どう、いい、ね、調子は。いやー、もうあれだよ、日本一周帰ってきたばかりで。あー、そっかそっか。まあね、今はね、全然余裕あるよ。お、本当に。そしたらタイミングいいな。ちょうどね、あの山梨以来ね、なかなかコラボも連絡もしなかったから、ちょっとなんか質問コーナーみたいなのやりたいなと思って。はいはいはい。だからちょっとね、私生活とか仕事とか、まあ、ラフにちょっと一緒になんか対談みたいな感じでやりたいんだけど、どうすか。やってこ、やっちゃいますか。バッチリだし。お、いいね、テスちゃんもいるし。テスちゃんもノリノリ。オッケー、綱引き。じゃあやっちゃいますか。イントロドンドンドン。はい、皆さんこんにちは、アルタです。今日はですね、ちょっといつもと違う感じの企画なんですけども、特別ゲストをお呼びして質問コーナーやっていきたいと思います。はい、もう皆さんね、ご存知かと思うんですけど、大川悠介くんに来ていただいて、今日はね、はい、まあ、ラフな質問コーナーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。久しぶりだね、だいぶ。すごいね、すごい久しぶり。本当にだって最後に一緒に撮影したのは山梨の撮影会。山梨で遠征行った以来で、うん、でその後はもう悠介も日本一周で2ヶ月ぐらいね、あのキャンピングカーで移動しまくってたから、うんうん、なかなか連絡とかできなかったんだけど。そうだね、そう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 、2ヶ月間ずっと回ってて結構大変だったよ。結構大変そうだったよね、うん、キャンピングカーでずっと2ヶ月ってやばいもんな。そうそうそう。そしたらちょっとね、まあ視聴者の中で知らない人いないと思うんだけど、大川悠介君、自己紹介からね軽くしてもらいたいと思います。はい、まあ自己紹介、そうですね、まあ約4年前に、まあ趣味のサーフィンから動画制作を始めて、まあ趣味をね仕事に変えるという、まあ、経験をしましたと。で、まあ、これがね今の時代に合った本質的な、まあ、仕事の在り方なんだなっていうふうに今感じて、うん、そこからもう大学を休学して、もう動画制作に熱中しました。まあ本当に皆さんね多分分からないと思うんですけど、 YouTuber さんの編集をしたりとか、うん、まあ広告系の動画作ったりとか、本当ありとあらゆる動画を作って最終的に自分のルーツに帰ってきたという流れですね、うんうん、で、まあ、株式会社トランスという、法人を立ち上げて、現在はねトランスサロンという動画コミュニティで1400名かな規模の、動画コミュニティを運営したりしています。よろしくです。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、似てるよね、やってることが。動画っていう意味でもそうだし、共通項多いね。そうだね、うん、うん、まあいろいろね、現役大学生。そうそうそう、現役大学生なんですけど、ちょっとやばいんですよね、卒業が。僕は、はい、僕は大学生辞めちゃいましたけどね、はい、そうだね、大学3年ぐらいの時に辞めたのかな。そうだね、3年の時に辞めた。もう無理だ、授業が続けてられんっていう感じでなるほどね、はい、そんな感じになっちゃいました。皆さんこの行動力は、ね、まあそのやりたいことがあるっていうところで言うと、めちゃくちゃね、うん、行動力があるので素晴らしいと思います。そうですね、ありがとうございます、はい。じゃあちょっとね、今日は、まあ、なんか深く語っていくというよりはちょっとね、うん、テンポよく、まあ、視聴者からちょっと質問をインスタで集めたので、はい、まあ、バシバシ答えていく感じで、まあ、ところどころもし語りたかったらちょっとこう深く語る感じでもいいので、大川悠介君にいろいろ聞いてきて、はい、まあ、俺もちょっと答えながらやっていけたらと思います。よろしくお願いします。やっていくか、よろしくお願いします。いろんなね質問をいただいたんだけど、最初ねちょっとその気になってる人もいると思うから、2人の出会いのきっかけはということで、はい、これ覚えてますか。2人の出会いのきっかけは、うん、覚えてますよ、うんうん、僕がまあ、ハルキ、みんなも知ってると思う、ハルキっていう YouTuber がいて、うんうん、彼と SNS でつながり、ニューヨークにいた時にたまたまハルキのストーリーズに新たが返信したんだよね。で、新たの、そう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 、感じで、で新たのことは前から知ってたから、あ、これも日本帰ったらもう連絡してなんかコラボしようみたいな感じのノリで、うんうん、やっぱ同年代っていう風に知ってたし、うん、だから帰って新たに DM をして、そっから1回カフェでミーティングをした。そうだね、本当になんかねすごいタイミングで、俺、うん、もちょうどそのハルキのことも知ってて、インスタフォローしたか向こうからしてきたか忘れたんだけど、タイミングフォローしてきたのかな、その時に、うん、おハルキ君だと思って、なんか面白くできないかなって思ったタイミングで、まさかのハルキのストーリーに大川悠介いると思って、で大川悠介のことも知ってたね俺、なんか見てて、あ、本当本当、そうだね、うん、お繋がってんだってなって、これはなんかやるしかねえと思って、うん、ね、っていうタイミングでまさか悠介から連絡来るっていう、確かにすごい良くてね、タイミングいろいろといいよね。
そうそうそう、すごいタイミングがあって、うん、で同世代でこれだけいろいろなんか動画とかいろいろね、うん、やってるっていうのもすごい、うん、あの縁だと思うし、確かにっていう風な感じでつながったって感じですよね。そうですね。じゃあまあそれにちなんでっていうか次の質問なんだけど、うん、お互いの第一印象と尊敬するところっていう質問をもらってます。はい、これちょっと僕から言っていいですか？そうですね、お願いします。あの、ね、あの第一印象はそのなんかどっかのカフェかなんかで最初会いましょうってなったんだけど、うん、あの背高えと思ったね。あ、毎回言われるあ、本当に言われるんだそれ。実は僕180センチあります。そう、180センチがあ、でかっと思って最初なんか大きいですねみたいな感じで言ったのを覚えてる。確かに確かに。あ、敬語だったね最初ね。そういえば、うんうんうん、直接会っていやもう敬語やめようよみたいな会話をした覚え、うん、そう、一応ユースケの方が1個上なんですよ、その、ね、うん、学年で言うと ね、 そ う、 ね、そうそうそう、そうなんですよ。で尊敬するところはね、まあ本当にね、もうなんか行動力もそうだし全てあるんだけど、まあ、本当に他の人できないなって思うのが、うん、愚直に進む力というか、はいはいはい、なんかやっぱりその一つの目的に向かって行動するっていうのは、まあ、行動力を持つ人ってまあ結構いっぱいいたりするんだけど、うん、まあ、簡単に言ったらそれを継続するとか、うん、まあ、やり方を変えながらでも一つの目的に向かってこう愚直に淡々とやる力みたいなって、うん、なかなかできないよ。それをね、なんか、まあ、SNS 発信もそうだし、なんか基本的にやってる活動全てにおいて結構それでできてるなと思ってすごいなと思います。なるほど、はい、めちゃくちゃ褒め倒しますね。めちゃくちゃ褒め倒します。めちゃめちゃ褒め倒しますね。僕そんな出てこないですよ。いやいや、おい出せよ。出せよ。じゃあ次僕の番ですか？う、僕が新たに対するそのまあ第一印象とかだね。そうだな。気になるな。いい意味で頭がさそうだった、うん。優等生みたいな。なんかさ大学生をさ超なんか、うん、いい感じに活用してさ。コンテンツ作ってたじゃん、はいはいはい、だからなんか見てて、ね、まあ、留学あの英語がペラペラってのも認識してたし、うん、だからなんか自分に持ってないところをたくさん持ってるから、まあ、シンプルに憧れはあったよね、うん、で、はいはいはい、やっぱり自分よりもさ秀でてる要素がないと自分から多分連絡するってこと絶対しないから、うん、そういう意味でもなんかあの切磋琢磨できるかなと思って、まあ、本当にお会いしたらもうその通りの頭はキレッキレの人間でしたね。そんな感じが僕の第一印象です。はい、ありがとうございます。まあお互いねいろいろまあ仕事をやってるわけですけど、うん、じゃあ仕事においてどういうところにやりがいを感じますかって質問が来てるから、うん、なるほど、まあ、軽くどうですかやりがい。もうやりがいしかないですね、うん、まあ新たってさ、まあ、勉強もできてじゃん実際。いやいやいや、大学のレベルから言うとね。で俺は勉強できなかったのよとりあえず。っていうか勉強が好きになれなくて、何のためにがちょっと明確じゃなかったから、うん、だからなんか大学入ってもう自分がまあとにかく好きなことを見つけに行ったと。だから今のその会社もつながったし、うん、動画コミュニティもつながったし、だからやりがいを感じれることしかまずやらないというか、やりがいを感じれないのはもう極端に嫌う傾向にあるから、まあ、そういう性格って自分で認識してるし、はいはいはい、まあ、それは弱みとも、まあ、強みとも捉えられると、うん、何にやりがいを感じますかっていう質問はちょっと違くて、もうやりがいしかないですね、うん、今の仕事は。なるほどね、はい、素晴らしい。それはなかなかね堂々と言える人いないと思うんだよね。やっぱりきついことがあったりとか、まあでもそれって本当に大事で、うん、まあ、自分もそうなんだけど、そもそも確かにやりがいがなかったらこの道進んでないよねっていうところは間違いなくある、うん、まあ、自分の好きなことを追求していることが結果的に人の人生を変えたりっていうところが、もうそれがもう本当に楽しすぎて自分がやりたいミッションが決まってるから、それが実現できてる以上本当にねやりがいっていうのはもうずっとあるよね。まあ、俺たちは多分そこは共通してるかもね。そうだね、はい、じゃあディープというか、はい、ちょっと難しい質問、難しい質問です。ディープ、今の10代20代が日本を変えていくにはどうしたらいいと思いますか？いや難しくないですね。めちゃくちゃ単純。とりあえず、まあ、やっぱ世界を目指すってことじゃないですか、うん、はいはいはい、あのやっぱり日本ってすごく狭くて、で島国の割にその経済 GDP がまあ3位4位じゃないですか、うん、だから日本である程度そこそこできちゃえばもう生きていけちゃうんですよ、うん、で、うんうんうん、人間ってやっぱり、まあ、生きていけると、まあ、安心感なのか、まあ、成長意欲が少し下がってしまう、うんうん、まあ、それが多分日本人っていう人たちがその世界グローバルに戦えてない、うん、まあ、第一の理由だと思うので、はいはいはい、まずやっぱりもう世界を見据えて動くってことじゃないですか、うん、志。なるほどね。もう日本を変えていくとかいうマインドではなくて、世界を変えるぐらいの勢いで、はい、まあ、広いマインドセットを持ちましょうと。そうですね、テスちゃんに盛大に邪魔された。嘘。まあ日本だけじゃないかもしれないけど、割とこの若い世代において、まあ、いわゆるその、はい、アメリカンドリームみたいなの持つ人が結構少ないような気してて、うん、はいはい、やっぱり、まあ、それこそ世界目指そうとか何かでかいこと成し遂げてやろうみたいな、それぐらい本気で周りにバカにされても本気で思ってる人って結構少ない
と思うんだよ ね、うんうん、少なくともその先に今やってることの先にこういうでかいことをしたいみたいなビジョンを持ってる人が、まあ、もっと増えたら、まあ、日本だけじゃなくてそれこそ世界も変えれるようなインパクトできるんじゃないかなと思いますね、うん、そうだね、うん、はい、じゃあバンバンいきますよ。次いきましょう、いきましょう、はい、自分の動画の中で一番好きな動画を教えてください。これ結構気になるんだよ俺。これ結構気になる、先に俺のやつ言っちゃうわ。もうそうだな、言っちゃおう。俺のやつはね、分かりやすい。もう本当に留学の1年間を3分でまとめてみた。もうこれはあ、なるほど、本当に自分のメッセージも分かりやすく発信できたし、多くの人が見てくれて、うん、多くの人の人生を変えたと思ってるから、うん、まあ、なんかそういう自分が動画をやっていく軸が一番見える動画かな、うん、なるほど、ですね、なるほど、まあ、確かにあの動画はすごく良かったし、俺もそれで多分あなたを知ったと思う。あ、本当本当そうだね。まあ、なんか多分さ、流れ的に言うとさ、俺もさ、マイヤー2018っていうのが、うんうん、多分ベタだと思うんだけど、うん、なんかその動画っていうなんか表現の良さを伝えてる身からすると、なんかそのかっこいい動画ってのももちろんね、すごく思い出を魅力的にする上ではいいんだけど、うん、やっぱり僕がなんか一番なんか好きだな、思い出に残ってるなっていう動画はベトナムの Vlog ですね、うん、僕の YouTube チャンネルで最も最初に上がった Vlog、うん、まあなんか創業メンバー、うん、会社を作った3人の、うん、まあ、メンバーと会社を作る前にベトナムに、うん、まあ、1ヶ月2週間かなぐらい行ったんですね。で、初そこでなんか本格的に Vlog を撮るっていうところだし、今の僕たちのルーツなんですよ、それが、うんうんうん、なんかそのなんか体験がなければ、まあ、ここまで会社大きくなってないし、まだ大きくなってないけどねっていうところなんで、やっぱりそこの思い出の第一歩っていう観点で言うと、やっぱりその Vlog が一番俺にとっては思い出深いし、うん、これからも Vlog 撮っていこうかなっていう、まあ、決意をしたよね、うん、じゃあ次行きます、はい、じゃあ座右の銘は何ですか。座右の銘、じゃあ僕から行きます。はい、座右の銘、もう好きな言葉はいっぱいありすぎるだけど、だ、ね、なんかこれ座右の銘なのか分かんないけど、コネクティング・イズ・ドッツで合ってんのかな、うん、それも分かってないぐらいのなんか変な感じなんですけど、やっぱりその言葉がめちゃくちゃ好き。今やっていること全てはさ、無駄なように思えるんだけど、無駄じゃなくて何かその人生全体において結びつくものがあるよっていう、まあ、はいはいはい、ことなんですけど、なんかそれって間違ってたとしても、うん、その捉え方を持っとけば結びつくよっていう、ある種なんか捉え方を変えようとしている言葉にも聞こえると僕は思ってて、はいはいはい、点と点を結ぶっていうやつですか ね、日本語で言うと。なるほど、はい、いいですね。まあ、好きなことも確かにたくさんあるからな、うん、まあでも、まあ、自分の一応、まあ、座右の銘っていうほどそのなんか言葉は綺麗じゃないんだけど、うん、自信は持てけど、まあ、満足はするなみたいなのは常に自分では置いてるかもしれない、まあ、そもそも自信をはもうたくさん持っていいと、どんなに失敗しようが、どんなに何だろうな、恥ずかしいことでも自分がやってることに自信を持つ、まあ、それだけで前に進むし、バランスみたいなところだよね。なるほどなるほど、それはね、確かにいい言葉だね、大事にしていきたい。そうそうそう、うん、なかなかそこ違うじゃん、自信持つのと満足するのって違うから。確かに俺も大事にしなきゃそれは。はい、じゃあそれで付随して、はい、自分の長所なんだと思いますか。長所は短所を全面的に共有する、周りに、うん、短所、大事ですね、短所を本当に認めてることかな。多分変に賢いと、おそらくこの短所をどうにかしようとする力だったりとか、うん、そういうところが多分働くと思うんだけど、うん、もう俺なんかできないことが本当に圧倒的に多すぎて、もう誰かにお願いしちゃうんだよね、うん、就職するっていう流れって最初からなくて、てかできなかったの絶対に、うん、だから自分たちで会社を作って、うん、なんかお願いをするというか、ちょっとできないことを、まあ、友達とか、まあ、会社のメンバーにお願いするっていう、まあ、うん、そういうところが多分今に結びついてるから、うんうん、短所を理解するってことかな。あれ、長所なんだろうな。長所、長所、うん、まあ自分で思うのは、うん、まあ当たり前かもしれないけど、まあ、向上心とか、はあはあはあ、常に、まあ、さっきの、まあ、さっきの座右の銘にも戻るかな、まあ、同じかな、うん、常に満足しないっていうところかな、うん、やっぱりその向上心と、まあ、あとは多分それに対する従順さみたいなところかな。自分でこれをやるって決めて、もう礼を敷いた以上はそれあとはもう淡々とやっていくというか。なるほどなるほど、うん、いいね、向上心と。そう、ね、初めて聞いた。なんかこれいいな、新たなことすごい知れるわ。だからお互いのこと知れるような質問にちょっと選んだんだよ。なるほどね、いいね。そうそうそう、大川さんの英語最近どうですかっていうのが来てます。 What's up guys, my name is Yusuke. Today we talking about あなた。ありがとうございます。順調そうですね。使えんのかこれ。次の質問いきましょう、はい、頑張ります。はい、なんか答えたいのあります。なんか結構今来てて、今一番欲しいものは何ですか。あ、いいね、タイムリーだし、ちょっとなんかこのラフな質問あと1個か2個ぐらいやって、じゃあ、ね、終わりますか。そうだね、行こう。じゃあ今一番欲しいもの、 iMac Pro かな。
あ、実用的 iMac Pro、 そう実用的。この前アップされた時に iMac Pro のスペースグレーのやつを見て、やっぱかっこいいってなるよね。もう単純にそのスペックがどうと か、 いい、ね、あのコスパがいいとか一旦置いといて、あれを見た時のなんか男子なの高揚感みたいなのはやっぱ、はい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 、まあ、もう正直 iMac Pro じゃなくてもいいかもしれんけど、それもはや最近出てね、あ、やっぱかっこいいなって思った。男のロマンだよね、うん、あれは。まあじゃあ次僕はですね、はい、基本的に、ね、物欲とかってあんまなくて、その仕事に関連するものだったらもちろん欲しいものいっぱいあるんだけど、最近、うん、サーフボードが欲しい。あー、なるほどね。サーフボード、サーフィングッズ基本的に欲しくて、はいはいはい、今熱がすごいのよ、うん、日本一周回って宮崎でサーフィンしてきたんだけど、うん、もう自分のルーツだし、確かにね、確かにね。最近やってすごい楽しかったし、これもう本格的にやるしかないなと思って、うん、じゃあちょっと買ってまた新しいスタート切りたいということで。スタート切りますよ。ラストもなんか、じゃあ2人に対する質問にするか。ラストもやっぱり映像クリエイターなんで、最後はバシッと映像で締めます。いいね、いいね。新田さんと大川さんは作ってみたい映像作品はありますかということで。これは面白いね。僕は YouTuber っぽい編集もするし、うん、なんかイメージビデオも作るし Vlog も作るし、結構幅広いあの映像表現をしてるんですけど、やっぱりまだ自分が挑戦したことのない表現って、うん、やっぱり映画だと思うんですよね。ちょっと2時間はだいぶ大変だし、うんうん、やろうとは思わないけど、なんか求められてるし、なんか作ってみたらまたなんか新しいなんか視点生まれるかなっていうところで、うん、映画をチョイスさせていただきました。お楽しみ。なるほどね。映画いいですね。映画です。それで言うとね、まあ僕もじゃあちょっと答えさせてもらうんですけど、うん、まあちょっと似てるけど、まあ、映画じゃなくてもいいんだけど、結局自分一人のチャンネルで自分がまあ表に立ってやる動画がやっぱり多い、はい、まあ、さっき言ったように一人でできることはやっぱ限られてて、その一つの表現の引き出しとして一人でやるっていうのはありなんだけど、うん、自分以外の人たちを巻き込んで、まあ、その人たち全員が主役みたいな、だからそういう規模のでかい撮影をやっぱり自分、まあ、人数で言うと、ね、自分以外の人もっと巻き込んでとか、うんうん、っていうのをやっぱやっていきたい。でかいプロジェクトやりたいっていう。確かに。ちょっと曖昧ですけど、そう。いや、いいね。やっぱりまだ挑戦したことのないようなことにね、そうそうそう、チャレンジしてみるってすごい大事だもんね。はい。じゃあ一緒になんか映画作りますか、じゃあ。やりましょう。やりましょうか。ります。世界一周するときにそれを映画にしましょう。やりましょう、それは。はい、いいね。ということで、テンポよくとか言いつつもちょっと語っちゃったんですけど、そうだね、まあ、大体こんな感じですね。足んないですね、はい、時間足んないですね。ちょっと質問多くていろいろ答えたいんですけど、やっぱりね、どうしても語ってしまうよね。こう考え方も割となんかこう似通ったりするとこもあるんでね、うん、こういう対談の機会ってすごい、うん、あの楽しいですね。確かに。またやっていきましょう、はい、またやっていきましょう、ね、ぜひ、はい、あの感想等ください。はい、はい、ちょっと感想来てですね、こういう対談ってあんまりしない。確かに確かに、楽しみすごく見るのが、うん、ね、はい、じゃあこんな感じですかね。そうですね、ありがとうございました、今日来ていただいて。すごい楽しかったです。いえいえ、はい、こちらこそありがとうございます。お忙しい中またやりましょう、対談でもコラボで何でもやりましょう、やりましょう。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。皆さん、あのいろいろ語ってしまいましたが、ぜひいろいろね、意見とか大川祐介君のチャンネルとかもいろいろ参考にして、これから見ていただければなと思います。はい、はい、ということでじゃあ終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。